ラムゼー・リチャード・ライナグルはイギリスの画家である。肖像画、風景画、動物画を描いた。ロンドンで生まれた。祖父がハンガリー出身の音楽家で、父親のフィリップ・ライナグルは有名な動物画家であった。父親から絵を学び、父親のスタイルを引き継いだ。13歳になった1883年にすでにロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会に出展した。 イタリアに留学し、1796年にローマで修行し、その後、オランダも訪れ、オランダの巨匠の作品を研究した。イギリスに戻った後、ロバート・ベーカーが、ロンドンのレスター・スクウェアにパノラマ画を描くのを手伝い、その後、ベーカーの息子と共同で、ストランド通りの建物に、イタリアの都市の風景を描いたパノラマ画を制作したが、1816年に、 このパノラマ画は取り去られ、ヘンリー・アストン・ベーカーらのパノラマ画に取り替えられた。1805年にイギリス水彩画家協会の巡回員になり、翌年正会員になった。1807年に協会の役員になり、1808年から1812年の間、会長を務めた。ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会には、油絵の肖像画や風景画も出展し、 1814年にロイヤルアカデミーの巡回員になり、1823年に正会員になった。作品の模写の高い技術で知られ、画廊に依頼されて、作品の修復も行った。1848年に画商から買った若い画家の作品に少し手を加えた、作品を自作としてロイヤルアカデミーの展覧会に出展したことが問題になり、 アカデミーの正会員の地位を返上することを求められ、1850年に雑誌に2回、書簡を発表し、追放を免れようとしたが成功しなかった。晩年は経済的に苦しい生活を送った。1801年に結婚し、息子のジョージ・フィリップ・ライナグルは海洋画家になり、娘は植民地の高級役人、フィリップ・ドッチン・スーパーと結婚した。ありがとうございます。